福テレソラネットです。福島県内の市町村もいろんなところでいろんな、ま、町おこしやってますけども、はい、今日はね一風変わった町おこしなんですが、はい、広野町が、はい、ある自然現象を、はい、日本一認定した。日本一認定した。すごい。これどういうことかというと、はい、復興支援で岐阜からやってきた女性職員の方が、はい、この春、うん、広野を離れる前に広野の良さを探しに行くストーリー、こういう YouTube をですね、はい、こういう動画を広野町が作りました、はい、すごいいい出来なんですよ、はい、こちらご覧ください。多分どこも行ったよな。ねえ、お日様ある？え、お日様？お日様って太陽のこと？そうだよ、お日様だよ。お日様か。太陽と広野町が何か関係しているのかもと思い調べてみることにした。広野が舞台の童謡トンボの眼鏡の歌詞に出てくるお天道様、小学校の校歌には朝ぼらけ、広野さんバナナの名前にも、町の歌には日の出の松が。お日様って日の出のことだったんだね。このかつてない大胆な発見を小さな町から全国へ向けて声高く宣言するために早速町の皆さんと大調査を開始した。そうなんです。見入っちゃいました。見入っちゃうでしょ、はい、広野を日本一の日の出の町だって認証しようということを調査しようというところが始まってます。調査メンバーなんですけども、この調査メンバーは先ほどのですね、あの岐阜からの応援職員の方含めて歴史に詳しい方、うん、農業女子、消防士でサーファーの方、元校長先生、この方たちが中心となって、はい、調査したということなんですが、はい、ノミネートを先にしました、はい、あの日の出の美しい町、町ノミネート、はい、東側が海、町の中心から日の出が見える、うん、年間通して日の出が見られる、はい、岬とか邪魔にしないというところで、うん、ノミネートされたのが日の出セブン、北海道の大樹町、広野、銚子、私の千葉の、はい、伊東市、静岡、那智勝浦、黒潮、日向っていう、ね、他のエリアもなんか海の日の出の綺麗な場所なんですが、はいはい、たくさんある中で選ばれたと。たくさんある中で選ばれたというか選んじゃおうっていう感じですよね。ノミネートされて、はいはい、日本一かどうかの判断データ、はい、これをですね、回生日数とエアロゾル調査、うん、これをもとに日本一かどうか決めようじゃないか、はい、それを解析した予報士が、はい、私じゃないんです。びっくりした、びっくりしました。もうウェザーマップ社の川津予報士でございます、はい、さあそれでは日本一だったのか、はい、VTR ご覧ください。ついに気象予報士の川津さんから待ち望んだ調査完了の連絡が。まずはエアロゾルの調査結果。広野町は北海道にはちょっと及ばなかったんですけれども、それでも全国2位に当たる値が計算値として出てきました。広野はなんと2位にランクイン。東北の太平洋側や北海道は大陸からもたらされる PM2.5 の影響が少なく、また排ガスなども少ないため見通しがいい綺麗な空という好結果に。続いて快晴日数の調査結果、それがこちらの表になります。広野町がこの7地点のうち一番快晴日数が多かったということですね。なんと快晴日数は広野がトップにランクされました。広野の日の出は日本一美しい日の出なのだと宣言できるでしょうか。はい、日本一美しい日の出が見られると言っていいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。すごくないですかこれ。すごい。そしてこの後その広野の綺麗なですね、日の出が見られるわけなんですよね。
この太陽の道もできてるんですよ、水面に。いいですよね。もうなんか見たことない色。そう、はい、だから浜通りの方、これ当たり前だと思ってるかもしれませんけども、本当にあの福島の宝だと思います、浜通りの日の出というのは。ということで広野が日本一となりました。おめでとうございます。広野の名産とかいろいろ知ってましたけどね、日の出っていうところの着眼点がすごいですね。ねえ、太陽というところでございます、はい、そしていわきの方からはこういうのをいただいております、はい、海の目の前に住んでます。水平線から日の出を見れます。無風で凪の状態なら光の道筋が見られます。今も広野の VTR でありましたよね、はい、そして、こちらをご覧ください。今のですね動画見たい方、はい、ぜひ YouTube でですね検索してたっぷりありますので、はい、10分以上ありますのでご覧ください。作りもすごかったです。作りも素晴らしいんですよ、はいはい、なぜ日の出で町おこしをしたのか聞きました。はい、こちらでございます、うん、県外から来た方が広野に就職し宿泊し、朝見た日の出が綺麗だったと話して、普段住んでいて気づかなかった、ここで初めて町の魅力に気づき日の出に決定した。県外からの視点ですね。素敵ですよね、うん、やっぱりよそ者がいいところに気づくということです、はい、なぜこの動画を作成したのか。そう、実は移住定住促進のため広野の魅力を発信しましたということでございます、はあはあ、こういう魅力受けちゃうと、うん、いや移住してみようかななんて思っちゃうかもしれない。うまいというか素晴らしいですね。素晴らしいですよね、はい。